読売新聞皆さんこんにちは読売新聞の山根詩太です。 え本日のゲストは読売新聞編集委員で BS 日テレで放送中の真相ニュースでは水曜日から金曜日までコメンテーターを務めておられます。伊藤敏之記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、伊藤さんはもう政治部のご経歴がずっと長いということですけれども。はい。政治部に配属になったのは1993年なんですね。 93年9 9 3年と当時は細川政権ができたばっかりの頃に配属になって、はい、それからもう30年年だから細川さんから数えると岸田さんまで15人。はい ああそうですか総理大臣がいらっしゃいますけど、<laughs> その15人の総理も取材されているということですかね。はい、で、今回の,そのエピソードの収録日なんですけども、ええ、10月1日ということで、特に10月1日の午前中なんですけども、今日の午後には、うんえまあ、臨時国会が開かれて、うんえ、自民党の石破総裁が主犯指名を受けて、首相に就任するとで、まあ、夜にかけて大臣の呼び込みがあって、うんまあ、皆さん、いつの方も見たことあると思うんですけども、首相官邸の階段のとろで記念撮影とかが、うんはい このエピソードの配信日なんですけれども、これ、10月9日を予定していますけれども、その9日にまあ衆院が解散するというスケジュールに今のところになっていますので、おそらくき、えー、今日の収録日から9日までさで、ね、まざ、あ、まな動きがあると思われますので、そういったまあ日々の事象はちょっと新聞紙面にお任せするとして。うんうん 今回ですね、伊藤さんが今年の5月に、中央厚労審査から、右傾化のからくり、漂流する日本政治の真相というご著書を刊行されました。で、今日はちょっとですね、引いた視線で、まあ、今の国内政治を俯瞰して、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。はい、はい。で、えー、とは言いつつも、まあ、早速なんですけれども、うん、まず今回の自民党の総裁選ですよね、うん、総裁選の結果を受けて、まあ、どういったご感想をお持ちですか。あのまず高市さんが 第一回投票で党員票ナンバーワンでしたよね、うん、石破さんを超えてあれだけが想定外でしたねあとは大体あの事前に想定していた通りの展開になって。 出ました<あ>というのはね、はいえと、まず9人立候補したというところから始めると、はい、自民党っていうのはもともと派閥、だいぶ批判を受けましたけども、派閥の中で、この人間は良いい、悪いっていうのを判断してね、でこいつを育てよう、はい、こいつはこういう分野で活躍させようっていうのを見極めてやってきた政党なんですよね、うんうん、でそれが壊れちゃったので、はい、9人、もう出たい人がどんどん出てくると。 いう格好になったのはあの自民党ってていいう組織を考えると極めてまずいですよねたくさん出てきてオープンにやったからいいじゃないかっていう意見ももちろんあります、これは民主的だよねっていう、はいうん、でもこれはアメリカでも起きた現象ですけども、オープンにすればするほど、その事前のゲートキーパーっていうんでしょうかね、うん、あの日本でいうと明白楽なんて言い方をしますけども、はい、こいつはいいって見極める人の、まあ、なんて言うんでしょうね、そのバックアップがなければ出られないっていう仕組みの方がいいところもあったんですよね。うん 全部いいといとうわけではないつまり、それは密室政治になるからおお、まあ、派閥のボスがそう,う、ね、そ,うそうそう、ボスが決めてね、はい、それは密室政治だって言われがちですけども、しかし、そのお眼鏡にかなう、あるいはその仲間のこいつだったらいい っていうその合意をね得るための時間と、それから修行があってこそ総裁選は出られたんですよ、うん、で今回も別にそれがなかったと、9人の方がなかったとは言いませんけれども、ハードルは下がりましたよね、はい、9人出たことによって、まずあの議論が深まる時間的な余裕はなかった、うん、それから結局、絶対に勝てないだろうなっていう人も出てきてるわけですから、じゃあこの人はポスト狙いなのかなとつまり総裁選の構図が非常に荒っぽく。 なったわけですよねそして、よくよく見るとあのこういうオープンで民主的なやり方っていうのを帰結として人気があって、弁、うん、接が立って、うん、でも日本ではあまりありませんけどアメリカだったらお金がある人が勝つわけですようん、うん、そして、先導的な言葉が上手なトランプさんとか、ね、ああいう人が生き残る余地が出てきたわけですよねうん、うん、同じことが日本にも起こり始めてるんじゃないかっていう懸念を抱かせたのが今回の総裁選だったと思いますね。うんうん いわゆるちょっと極端な主張っていうのが、まあ、刺さりやすいっていうところでおっしゃる通りですね、それが起きやすいんですね、でうん、幸い今回は自民党の中でそこは、まああの、もちろんなかったわけじゃありませんね、いろんな政策で批判を浴びたことは出てきましたけども、うんうん、それでもそういう傾向がこれから強まる可能性を持っているという意味では、 総裁選のやり方とか、あるいは派閥に代わるその人材育成、あるいは人材を見極めるシステムを自民党は作っていかないといけないということは、あの、何人かの自民党の議員に話を聞きましたけども、口を揃えて皆さんそう言ってましたね。で、最初、ある程度予想通りだったというお話されましたけど、ちょっとこれがうんって思ったんですよ私も見てました。中京見てました。で、2回目の決選投票に行ったときに、あ、 これも高市さんで決まりだなと、あ<ー>でまあ、市場の値動きとか見ていても、うん、まあそのような動きをしてましたよね、うん、これは石破さんっていうのは、ちょっと僕の中でサプライズだったんですけれども。うんまあ、あの終わってからね、予想通りっていうのは、非常にアンフェアなところがあることをあの承知でいうと、<笑><笑>うん、まず総裁選、はい、事実上も9月入ってからスタートしましたよね、はい、皆さんがあの出馬表明してから、うん、どん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 予想って変わったんですよ、まず最初は小泉進次郎さんが強いと。うん かなりの人が思思っってていたたわけですよね実際私もそう思ってました、うん、ところがあの読売新聞とか日本テレビが党員を対象にした、まあ、党員をこう,うまく捕まえた調査をしたら、うん、全然伸びてないと小泉次郎さん、うん、で、すごく失速してるんですね。うん、で、小泉さんが出る前後から党内で言われたのはこの人は経験が足りないとか、うん、あるいはやや政策理解が薄いんじゃないかとか、うん、そういうことを言われてた。それが 露呈しちゃったわけですよねうん、うん、いろんな議論の中で、はい、今回の捜査制は15日間という比較的長い今の仕組みになってから一番長い選挙期間だということもありまして、はい、しかもそれ以前からいろいろテレビでのディベートとかある中で,です、ねうん、小泉さん大丈夫かという感じが強くなったんですね。うんうん、これは あ,のある意味では自民党の党員の皆さんの良識というか、うん、そこはあの元力が働いたんだと思いますけども、ここは予想外だったんです、はい、こんなに失速するとは。うんうん、そうすると、ある時点から、小泉進次郎さんは決選うふうに行けないかもしれないという感じが、我々政治取材をしている記者の間では、共通認識になってきたんですね、はい、そうすると決選投票は間違いないけど、どういう組み合わせになるか。うん で一つは、新次郎さん VS ということを考えたわけね、新次郎さん VS、石破さん、うん、新次郎さん VS、高市さん、うん、あるいは新次郎さん VS、もしかしたら小林高之さんが伸びてくるかもしれない、うん、いくつか考えていた中で、新次郎さんが決選投票に行くシナリオがなくなると、うん、それは高市さんと石破さんとかですね、うん、まあ小林さんがもし残ろうとしたら高い、石破さんと小林さんとか、少し違った風景が見えてきたわけですよね。うんうん、そうすると新次郎さんは決戦投票行ったら 間違いななく強かったはずなんですよ彼の勢いのある若さ、うん、それから、弁絶ですね、うんうん、これに期待する自民党議員は多かったので、うん、決選投票は国会議員票が多いから、うん、新庄さん、勝つかもしれない、うん、という予想が、決選投票、彼が行かなかったことによって、ガラッと変わったんですよねうん、うんで。高市さんと石破さんになりそうだっていうのは、だんだん最後の終盤で、うん、世論調査なんかをすると見えてきた。 でさっきあの私申し上げたように高市さんが一位通過するとは思ってなかったんですよ、うん、ここは完全に予想違い、うん、党員があ,あんなに、ね、高市さんを支持しているっていうのは予想できなかったんです、ここは間違いだったので、この間違いの,その違いがどんどん,どんどん大きくなっていくと高市さんが勝ったっていう可能性はもちろんあったと思いますよ、うん、ただ高市さんと石破さんが決選投票になった時は石破さんが勝つだろうっていう層想もかなり共有されてたんですね。うん、それはなぜかとというと 高市さんも石破さんも自民党の中では比較的言い方悪いですけど嫌われ者であったわけですよね。でそれは性格悪いわけじゃなくて2人ともすごくあのナイスな人であのあ<の>私も食事したことありますけどもとってもいい人です、うん、とてもいい人なんですけど何で嫌われちゃったかというと例えば石破さんの場合は今回5回目の自民党総裁選立候補でありながらですねどん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  国会議員票が減ってったんですよね。うん、それは永田町に限らずですね、どの組織も一緒ですけど、一回応援してもらったらお世話になったら、うん、負けても終わった後にありがとうございましたって、うんうん、礼を尽くして回んなきゃいけないでしょ、うん、それをやってなかったんですよね、うん、石破さんは。だから高市さん全く同じで、うん、高市さんも前回2021年の総裁選に出馬して、かなりいろんな方から応援を受けながら、お礼に回ってなかったわけですよ、ね。だから、高市さんは当初、推薦に20人集めるのも、 大変だったんですよ、ね、まあそうですすよよねねそう推薦人のメンバーを見ているとこれは苦労したんだろうなっていうのが分かるメンバー構成でしたもんね。<laughs> いやまあ、そうなんで、すよねでそこはあのよく観察されてる方だったら、はい、あのすぐ分かるはずだったんですね。で、えー、そ,うそういうこともあって、じゃあ、どっちがより嫌われていないかという勝負になったときに別の,あの要件が入ってくるわけですね、例えば高市さんは初の女性首相になるかもしれない、うん、これは大きなアドバンテージなんですよ。うんうん それから石破さんは答弁の安定感があるということそれから一般の自民党員を離れても一般の人気も高いと、うん、ここは高市さんよりは上なんですよね、うん、そうすると選挙には石破さんのほうが有利じゃないかとそういうことをいろいろ考え始めたのとあとはマイナス要因も考えますよねつまりこの人だとここは危ないな、うんうん、高市さんの場合はその彼女の政治的な信念、うん、ま保守右派と言われる、うん、あるいはそのどちらかというとも かなりあの右寄りの人だという印象を受けてますよね、そ,よねそれは靖国神社に参拝しかつ、うん、総理になっても靖国神社に行きますといったことに関してですね、うん、その外交当局とか、まあ、それから自民党の中道の人たちからは、うん、それは中国とか韓国との関係を損ねて、日本の外交にとってはマイナスになるかもしれないという心配する声があったことは間違いありません。うん、で石破ささんにに関しては今あのこれからまさにその 解散総選挙に向けてどう彼が発言を修正していくか分かりませんけども日米地位協定の見直しであるとかそれからアジア版 NATO の創設であるとかですねアイデアとしては面白いですよそれから日米地位協定の解決というのは当然のことですよねこれは占領政策ですからしかしそれをどうやって進めればいいのか総理大臣になった瞬間に言うべきことなのかというその戦略とかタイミングについて あまり深く考えてないんじゃないかという心配が自民党内にあったことこれも間違いないだからその足し算引き算いろいろやっていく中で結果が出るだろうと我々があの政治記者多くの政治記者が思ったのは高市さんに対する引き算の方が結構でかくなるんじゃないかとつまり自民党っていうのはあのよく私のまさに本のタイトルの「受け入れかっていう言葉で表されるようにどんどん右に シフトしてるんじゃないかって見方がありましたよね。はい、で、まあ、本の結論から申し上げると、私はそうじゃないっていうことを書いてるんですけども、うん、やっぱり自民党のマジョリティは真ん中なんですよね。うん、あるいは真ん中よりちょっとリベラル。うん、本当の右の人っていうのは少ないんですよ。真ん中よりちょっとリベラルですか。自民党のあの主流派はそうだったんですね。で、あの右が多いように見えたのは、それは安倍晋三さんが亡くなった安倍晋三さんが、やはり真ん中よりもかなり 右のポジションを取ってやられたわけでですよねですから彼を慕って、つまり彼の選挙での影響力とか、まあ彼の、でしょうね、こう、人間的な魅力を慕って集まった人たちが安倍派に入ったわけですね。これは100人規模に膨らむ。安倍派の100人が全部、右寄りの人かというと、そんなこともないわけですよ。ただそれは外から見たら、安倍派100人は自民党が右傾化した証拠なんじゃないかっていう見方をされますよね。だからそこでやや あのずれたたイメージがができていいこととあると思います、うん、それからもう一つはあの自民党を支持している岩盤支持層つまりうん、うん、何があってもこの政治と金のスキャンダルがあってもそれからまあ多少勢いがなくなっても自民党を支持しないと他の政党には任せられないってい思ってる人の大半は岩盤支持層と呼ばれる保守。うんうん 右派の人が多いわけですよねまあ大体三割ぐらいとか言われてたりしますよねそういうふうによく言われますよねであのもちろん自民党の議員に聞くと肌感覚で六割だという人もいますうん、うん、そこは正確な統計があるわけじゃありませんけども彼らが必ず選挙に行く必ず投票してくれるっていうのは今の選挙制度では大事なことなんですようん、うん、つまり投票率が大体今五割ぐらいまでしか来てないわけですよね投票してる人とか少ない中で必ず投票に行く人が ある程度塊としてあったらそれは影響力が相対的に増すわけですよねだから自民党はどうしてもその人たちを見て政策を訴えたりまあこう主張を広めたりするのでまあ結果的にはなんか右寄りのことを言ってんじゃないのということになるんですねでその人たちが前面に立って見えるから自民党は右だでも実際に自民党を支えている人たちは結構真ん中なんですよね真ん中でそれが今回は総裁選で よく現れたんだと思いますよ、うん、まあ本当に自民党が右に立っているならば、まあ、石破さんってどちらかというと安全保障政策ではかなり際どいことをおっしゃるけれども社会政策では例えば夫婦別姓の話も含めてですねかなりリベラル。 うんうん、なんですよ、もともとね、その通りです、はいはい、田中派の中国との関係でもあの、親中と言われていた派閥ですしね、田中角平さんの薫陶を受けて、石破さんは育った政治家なので、うんうん、ただどちらかといえば、真ん中よりもしかしたら真ん中よりもちょっとリベラルぐらいの立ち位置ですよね、うんうん、本当に自民党が受け入れかしてるなら、石破さんじゃなくて高市さんを選ぶはずです、うんうん、政策理念的には。 うん、あったはずなのにそうでなかったのはやはり自民党のマジョリティはまだ真ん中、うん、あるいは真ん中あるいはリベラルの人も含めた中道の人たちが多いということの多分、少佐であってふ、うん、普段から政治取材をしているその政治記者の仲間たちもみんなこの決選投票になったら例えば岸田さんであるとかね岸田派は40人ぐらいいるわけですけど、うん、岸田さんが影響力を持っている岸田派とかあるいは小泉進次郎さんを推した人たち。うん 新庄さんも例えば夫婦別姓だと賛成だっていう選択的夫婦別姓賛成なので、うん、まあ右か左かよく分からないところありますけども高市さんじゃないだろうとここ見ていくとです、ね、決選投票は石破さんが最終的に勝つんじゃないかという予想は成り立っ たんですね、なるほどね、<ー>じゃあ、まあ、今回、も内閣の人事を見てもそうですけども、まあ、石破さんを支えた人たち、まあ、岸田派、まあ、旧宏池会ですけれども、宏池会といえばね、まあ、いわゆるまあ自民党の中のハと派で有名ですけども、うん、まあそういったまあ中道であったり、まあ、ちょっと左の人たちが石破さんを支えたと、うん、そういった理解ですかね。うんうん、ただですね、ちょっとあの先ほどぐらいからお話出ていますけれども。うんうんうん 票の行方ですよね、うんうん、私もこれ見ていて、ちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、1回目の結果でも、高市さんが石破さんを、まあ、1票差ですけれども、上回ったということですよね、で、いろいろ各都道府県の数字をこうずらずらと見たんですけれども、うん、都市部ですよね、そうですね都市部でことごとく高市さんが票を上回っていますね、例えば東京、千葉、埼玉、神奈川、うん、宮城、あと愛知。 大阪、京都、兵庫、広島、福岡、ここで高市さんが勝っていると、と、うん、要するに都市部では高市さん、かなり票を取っている、うん、ただその地方のところでま石破さんが勝っているので、まあ、都道府県の数でいうと石破さんの方が多かった、はい、ということですけれども、これを見ると、あれ、やっぱり自民党員、経過してるんじゃないかなっていう見方もできると思うんですけどもまあそれはどこを切り取るかっていうことになるんですね。うん、例えば都市部の自民党員が何を 重視したかということですよね、うん、それでおそらくです、ね、ここからはまあ全部推測ですけども、はい、例えば男性の総理大臣がまた登場するよりは、うん、女性に一回やらせてみたいという発想を持つ人が都市部に多かったんじゃないか、うん、これはもう想像ですけどね、うん、そうすると高市さんの政策理念よりも女性の初めての首相を誕生させる方が大事だと考えている人があるいは都市部に多かった可能性が一つあります。 それから、まあ、都市部の自民党員というのは,これはあの一般のお有権者と似てるところがあって、まあ、不動票みたいなところがあるわけですよね。でこの人たちもやはりその政策理念というよりはそのねそのトレンドというかうん、うん、これは高市さんは間違いなくその女性初の総理大臣になるというのが大きな売りになってたので、うんうん、そこに乗っかった可能性もある。 それからあのまさに都市部が多いから最終的に党員票を上回ったわけですけども、うん、地方の票が石破さんが多かったっていうのはそれは石破さんがもともと地方創生大臣をやったりあるいは幹事長をやったりして地方を随分と暗んしてたんですよねうん、うん、だからその頃の財産が残ってたので強かったっていうことも あるのでここの,あの地方票の出方っていうのはあのいろんな切り口があって、うん、でこの高市さんが多かったから党員が受け入れ化しているかっていうとここはです、ね、極めて疑問なんですね。というのも例えば今回の9人の中にはであの出馬された9人の中には高市さんと同じような立ち位置の政策を主張された方が他に2人いらっしゃいますねうん、うん、小林高之さんと加藤勝信さんなんです。うんうんうん 彼らは投票全然取ってないですよね、うん、本来でやれば3人保守右派的なスタンスを取った候補が出てきたときにこれ3分割されてないんですよ、うん、割れてないんです、票がね。これは理由としてはいくつか考えられるの1つはまず高橋さん女性だからというのがこれ有利に働いたというのが一番最初に思いつきますよね。それれからあのこれは どこまで影響あったのか、これも検証が必要ですけど、リーフレットをフライングで発送したっていう高橋さんの、ねうん、陣営の動きが結構効いたっていう見方もありますよね、党員って結構早く投票しちゃうんですよ、はい、郵送ですから、そうするとね、まあ、リーフレット来たと、で他に見たら誰もそんなの送ってこないと、うん、ああ高橋さんああ、高橋さんでいいじゃないか、うん、という感じでね、票を投じてしまった人が結構いたんじゃないかっていう説もあります。うん、これもも検証はできませんけども、うんうん あの今、私がいくつか申し上げた仮説もね、うんうん、これは正しいとはわからない、だけど、うん、高市さんがたくさん取ったから自民党員全体が右傾化してるって見るのも仮説としては、もっと慎重な検証が必要だということだけは言えると思今回のまあいわゆる世論の高市推しみたいなのが一部あったと思うんですよ。これ 都知事選の時もなんか似たような雰囲気あったなっていう感じがあって、例えばまあネットの YouTube がメインですけども、特にこの右派系の動画メディアはかなり高市さん推しだったなっていうのは見て取れてますよね。で、うん、まあその結果が開いた後ですけども、この右派系のネットメディアはやっぱり石破叩きを一生懸命今してますし、うんうん、逆に左派系の,そのネットの動画メディアみたいなのは あまり野田さんのこと好きじゃないのかなっていう。うん、なんかこう、非常にこう、逆転現象みたいなのが起きていて、右派系メディアは自民党の石破さんを叩き、左派系メディアは立憲民主党の野田さんを叩きみたいなのをしていて、うんうん、やっぱこう、極端な主張をしないと、あまりこう、関心を示さないというか、よく取らないのかなっていう思いもあって、こう見てましたけれども。こ、うん、こは山,山田さんの方が多分ね、あの、 分析されてるしお詳しいと思うんですよ、うんうん、で高市さんに関して一つだけ申し上げると彼女が推薦に集めに苦労していた時に助けきを出したのは永田町の人じゃなくて、うん、永田町の外にまさに今さがご指摘になったような右派、うん、系の雑誌の編集者たちであったりとかねうん、うん、そういう人たちがかなりいておっしゃるに私あんまりネットを駆使してませんけど、はい、私にもね届くようなその高市さん応援団が。うんうん 随分と活躍してたですから新聞広告見てもね、高橋さん、高橋さんっていうのがありましたから、それは当然、自民党の国会議員にもある程度ね、高橋さん、出馬もできないような事態はいけないなって考えさせたことはあると思うんですよね。そしてそれは党員票にも影響した可能性はあると思うので、そこはこれから分析。 していかなきゃいけない部分かもしれません,、うん。なるほどね。で、その話のちょっと本題に入っていきたいんですけれども、はい、まあ先ほど答えのようなこともお話しされてましたけれども、うんうん、その小泉政権以降、うんうん、特にと言った方がいいのかもしれないですけど、国内政治に関しては、なんか徐々に徐々に右傾化しているんではないか、右傾化しているなーっていう感覚を、まあ、肌感として私は持っていたんですけれども、意外とそうではないという話もありました。うん、で、まあ確かに第一次の安倍政権の時ですけれども、うん かなりこう右寄りの政策を打ち出しました。で、そこでちょっと行き詰まったっていうところもありました。で、第2次安倍政権になって、まあこういった岩盤保守を固めつつ、で、まあプラスアベノミクスですね。まあ経済対策を取って上積みをしていって長期政権を築いたっていう形はあるのかもしれないですけれども、でもなんか、やっぱり、 清和会が力を持つにつれて、まあ、旧田中派、平成権であったり宏池会が力を落とすにつれてやっぱ自民党内、右に右にいってるんじゃないかなっていう感じはあったんですけれどもうん、うん、よくよく見てみると違ったということなんですかその受け化っていう言葉ことばをどう定義するかっていうのは。 肝だと思うんです,、まあそうですね、保守右派をどう取るのかということですの、ねうん、でいわゆる私は保守政治家ですって野田佳彦さんもおっしゃるし枝野由紀さんですら私は保守政治家ですって自称してるわけですよね。そ,よねうん、その保守とは何かとかあのリベラルとは何かっていうまず定義をきちんとした上で考えなきゃいけないけれども、まあ、それやってると大変なのでそれはぜひあの本を読んでいただければ、うん、<laughs> と思いますけどもあの、まあ、すごくシンプルに言うと今アメリカとか それから欧州で起きている受け家と日本の受け家は全く違うってことですね。あそこの受け家っていうのは基本的にはあの移民問題とかね、うんうん、そういうところでその現政,政権とか今の既存の政党ですね、そういうことに不満を抱いている人たちに食い込んでったのが右派政党極右みたいなそういう人たちなんですよね。でそこから市を伸ばしていっている。だからその根っこにあるのは。 移民問題それから格差の問題ですよねうん、うんで。この移民の話も格差の話も日本ではまだ多分入り口ぐらいなんですよ。これはそこまで深刻になってるかっていうとここからまだ日本は修正が効くかもしれない、はい、いろいろ対応を打てるかもしれない、うん、だからそのアメリカや欧州の右傾化とはまず要件が違うということですね。うんうん、で日本が受け入れ家しててるるって思われる時は,それは主にアジアジの、ね、国々から ななんんんかか受受けけしててるるじゃないかっていっう批判を受けるんですよねアメリカ、ヨーロッパはそんなことはなかなか言わないので、うんうん、アジアの国は何を見て言ってるかというと例えば歴史認識問題とか、はい、ここですよね靖国神社に総理があの参拝したこれは、受けかだって、うん、すぐそういうふうにあの短絡的に結びつけるわけですよ、うん、でもそれは例えば小泉さんの話を山田ささんされました小泉さんが靖国神社に小泉首相の方ですね純一郎さんの方が。はい 靖国神社に参拝したのは、それはいろいろ取材してみると、その方が自民党の中でね、一番この圧力の強い右の人たちを抑えるためには欠かせないと彼は考えたわけですよ。うんうん、彼は総理大臣になる前に靖国神社に行ったことなんかないんですから、それはあくまでもその自民党を運営していく上での,その戦術としてやったわけですよね。ある種プラグマティックに靖国を利用したと まあそういう言い方もできると思いますね、ですから、あのじゃあ、小泉さんが靖国神社に行ったあの自民党を受け入れられるなんてことは、えー、と言えないと私はまず見ていました、うん、それからあの小泉政権の時にもう一つ起きたことはあの、北朝鮮による日本人拉致問題が大きく動いたそうですよね、あの時にあに、拉致を北朝鮮のあの時は、義務。 ジョキ、ねはい、ム・ジョンイル総書記が認めてそして実際に拉致被害者が帰国するということだった、うん、あれを見ていた日本の人たちはそれまでなんとなくね日本は平和国家でのんびりしてるんだっていう意識から目覚めさせられた部分があるわけですねうん、うん、こんな主権侵害が行われていたんだとで、薄々報じられて産経新聞なんかが一、ね、生、うん、懸命報じてきたわけですけどもしかしこれは本当だったんだとこれそう衝撃ですよね。うんうん、そこでいわゆる 健全な意味のナショナリズムというのがちゃんとあの自覚され始めたんだと思うんですよね。でナショナリズムは行き過ぎればあのショービニズムみたいなちょっと危ない愛国主義になりますけどもナショナリズムである限りはまあ普通、健全なんですよね、それがようやくどこにでもあるっちゃそれが小泉政権の時にようやく芽生えた。うん この2つの現象があって、小泉政権以降、ですねあの日本のお、まあ、世論とか政治の風景が若干変わったんですね、しかしそれは若干であって、若干なんだけど、外から見ると、いやなんかね、あのー、ラスク神社に行く人が出てきて、それで憲法改正だっていうことをずっとねうん、うん、言ってる政党が伸びてきて、日本を右傾化している右傾化しているみたいな言い方をされてます。でそれはははああるるる程程度度ね、うん、つまりある程度昔は、あのー、いわゆる リベラルとか左派であることがインテリのうステータスみたいなところあったわけですよね。うんうんまあ、そうですね、ではい、そういう時代が長くて、しかしそれでいいのかっていう空気が、冷戦終結してから出てきたわけですよねうん、うん、あの頃ちょうど私、大学生だったんですけども、ほほちょうど日韓ワールドカップがあったり、うんうん、いわゆる嫌関本って言われる、まあ、韓国嫌いみたいな嫌関本みたいなのも結構。 世の中にぎわせましたよね、うんでまあ、就職状況としてはまあかなりまあ悪かったですよ、まあね、バブル崩壊してまあ10年ちょっととっいうことなので、うん、まあそういったいろいろな要因が重なっているのかなという気もしないでもないいででもすね不信とか不満のハゲ口をどこに求めるかっていうのがこれはあの全世界共通ですけどもうん、うん、そこをうまく使った極が伸びたヨーロッパ。 あるいはアメリカはトランプさんみたいなこのアジテーターが支持を広げるという現象と日本のいわゆる右傾かとアジアの国々が心配するあるいはその国民の中でも皆さんおっしゃったようにその肌感覚としてねちょっと右行ってないかって心配するような動きが出てるのは間違いないにしてもどこまで右なのかどこまで極端なのかっていうとそ全然欧米に比べればまだまだモデレートでねあの穏やかなものだとむしろ今までずっと。 よくあの右の人たちが言う自虐史感みたいな言い方しますよね、我々が悪かったんだと、日本は悪いことしたんだから、あんまり強いこと言えないんだみたいな世界から、少しずつ70年もね平和的にやってきた国なんだから、言いたいことは言えなきゃいけないし、むしろ世界からはそういうことを期待されてるんだって、これは極めてあのまともな私は感覚だと思うんですけれども、それがやっぱり相対的に。 左から右にっったって見えますよね、うん、この右頸科の正体っていうのは多分今,今現時点です現時点ではまだそこにとどまってるんだと思うんですうん、うん、なるほどね、うん、老後は火星かなどうしたのお父さんいや今日の新聞 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞ネットでで簡単まずは無料でで、まあ、小泉政権の後の第一次安倍政権は、まあ、美しい国っていうのを掲げて、うん、まあかなりちょっと右寄りなところの主張も強かったのかなというふうに思ったんですけども、まあ、政権としてはやっぱりうまくいかなかった失敗したっていうのも、うん ありますよねその結果、まあ、その後福田さんと麻生さんをあの挟みますけども、うん、民主党政権ができたわけですよ、うん、つまり安倍さんがあのかなりその明確に右寄りのスタンスを取って、憲法改正も、ねうん、あのかなり優先順位高く唱えたことが、プラスになって自民党の,がんあの支持基盤が固まったかというと、うん、むしろ逆でね、そこから少しぐらつき始めた、うんで、いろいろスキャンダルもあって。 あの民主党に政権を持っていかれちゃうわけですれ、ねうん、で民主党が保守政権だって考える人は多分いないと思いますやっぱりリベラル色の強い政権だったわけですよね。うんうん、そうすると国民全体がです、ね、その右にシフトしているんだったら民主党政権というのはなかなか成り立たないそうです,ねそうですよね。うんうん、だからそう,じゃそうじゃないんですよね、まあ、基本的には あの基本的には真ん中の人が多いんだと思うんですね。真ん中、中道まあ、分厚い中間層って野田佳彦さんが言うような。そういう人たちがあのまあ、格差とか。まあいろいろその経済の低迷で細ってきたと。うんうん、そこを太くしている限りは多分極端な受けか。家も極端な酒かもうん、うん、どの国でも起きないわけですよね。で、日本は他の国と比べればまだ中間層は厚いわけですよね。うんうん、この限りにおいてはあんまり右のことを言う人が。 あの総理大臣になると、あの逆バネが働くっていうようなことで、うんうん、まだね、あのその傾向とか流れ自体は続いてると思うんです、だから今、現時点でもです、ね、現時点でも日本が右傾化しているということは、私は、あのまあ、経験には言えないと思うんですよね先日、ポッドキャストの方で、早稲田大学の遠藤先生をお呼びして、ちょっとお話を伺ったんですけれども。はい まあおっしゃっているように、まあ日本の社会全体でいくと、例えば働き方改革が行われたりとか、今回の総裁選でも議論になりましたね、選択的夫婦別姓の問題であったり、あと LGBTQ への理解の推進とか、まあ社会全体では徐々に徐々に、まあこの20年、30年見ていると、リベラル化しているのかなというふうに思って見ているんですよね。ただ一方、政治の世界はみたいなところがあって、このギャップがどうなのかなというふうに思っていたんですけども、先ほど来のお話からいくと、 まあそんなにその右にいってるんではないんだぞと、左にいってるって感覚はどうですか、それはないのかな、やっぱり、まあ、まあそれはなくてですね、うん、つまりあの、まあ、社会の変化って、そんな1日でドラスティックに起きるわけじゃなくて、ちょっとずつ変わっていくわけですよね、だから今おっしゃられた LGBTQ の話にしても、選択的夫婦別姓の話にしても、うん、10年前、20年前だったら、あの訴状にも上らなかったような話を、まあ、いろんな考えの人がいますよね、うんうん、それは。 あのまあ、社会にある程度余裕があってそしていろんな人がいるんだっていう自覚を、まあ、あの社会全体として相互理解が進めばですね、うん、あのそういう話にはなってきますよねだからそれを避けかっていうこともできないのは、うん、先ほど靖国神社から受けかって言えないと同じことだとは思うんですよね。うん、であのじゃあなんんで政治のの世界だだけねすごく右に見えるんだっていうのはは、うん、これはあの 先ほど少しあの触れましたけれども、それまだ選挙制度がものすごく影響してると思うんですよね、小選挙区制度がっていうことです,かそうですそうです、小選挙区制ですね。でこ,れこれはあの今の小選挙区比例代表並立制が影響してるって言った方が正確だと思うんですけれども、うん、一つはです、ね、この制度になってから、まず投票率がどんどん下がってきてますよね。うんうん、でこの理由は僕はは僕二つつあると思っていてい一一人しか 小選挙挙では選べないということは、死に票が多くなるわけですよ。つまり、1>, 1対1だったらね、死に票は49%で最大済みますよね、51%ととが勝ちましたと。うんうん、でも、例えば4人、5人出たときに26、26%ぐらいの得票で投票すあの当選する人が出てきたときは、残りの3人、4人に投票した人の票は死んじゃうわけですよね。そうすると死に票が75%みたいな、そういう世界だって出てくるわけですよ。だんだんんですね、うん 自分の一票って何だったんだろうっていう感覚は強まるんじゃないか、これはもうあの推測の世界ですけどね、もう一つは、日本の制度の極めてあの不思議なところは、重複立候補というのを許していることなんですよね、つまり、小選挙区で落ちても重複立候補していれば比例代表の赤配率で復活できる、こういうあの変わった仕組みを入れてるわけですよ。 これ変わった仕組みなんですか,なんか日本にいると、これが当たり前のような,なんです例えば、ね、韓国もあの小選挙区比例代表並立制、日本と同じ仕組みを使ってますけども、はい、復活当選ありません、んだからドイツは小選挙区比例代表併用制という、ちょっと名前は似てますけど、はいはい、似て非なる選挙制度を使っていて、うん、そこは主に比例代表が中心の選挙制度なんですよね。ですから 小選選挙区で落ししましただけどあの比例で復活するというのはドイツもあるんですけど、うん、日本ほどこんなあの露骨ではないんですよね、はい、ですから極めてユニークな制度だということは言えると思うんですね、うん、問題は小選挙区制というのは単純小選挙区制でいうとおそらく信用が多いという問題あるんですけど裏を返すと例えば山根さんが国会議員やってらしたとでもこの人の 3年間4年間の仕事ぶりは評価できないと有い権者が考えたら落とすわけですよ,そですよ、ね、落選させられるあの懲罰投票って言われますけど、うん、この機能が小選挙区制には本来あるんですね、うん、それがダイナミズムを生むと言われていたのに復活当選しちゃうと。 落としたはずの人間が復活してくるんですよ。うんね、そうすると、うん、先ほど小選挙区のおに限って言えば、自分の一票は報われなかったと思う人がいるかもしれない。うんうん、今度、重複立候補の側で復活した人を見ると、落としたはずなのに、私の一票なんだったのと思う人も出てくるかもしれないな。ちょっと具体名を挙げるとあれですけども、前回の選挙であまりさんあたりがそんな感じになって、ね、そうですね、まりさんは現職幹事長で落選したわけですよね。うん、だけどあの復活当選してる、うん、ですからこれは 二重の意味で今の選挙制度っていうのは、自分の一票がなかなか価値のあるもんだって思えない、うん、そういう制度じゃないかと。で、その帰結として投票率がどんどん下がってる。うん、かつて日本の投票率のは中選挙区制時代は70だったんですんい大体70%。<ー>70を切ったことは2回しかないんですよ。<ー>だからその ここれすごいいとだっていうのはね例えばプーチン大統領はこの間の大統領選で投票率も得票率も、ね、<laughs> 70%、80%だって言って前回はいろんな手を使って達成しましたけど2018年の,あのロシア大統領選では投票率は68%、70%いかなかったんですよ。日本は、ね、ロシアみたいにあの兵士を投票所に立たして投票に行けなんてことをやらなくたって、うん、みんな言ってたわけですよね。それだけ 非常に政治参加意識が高かった国民の投票率が今は5割前後ですよ、うん、これは選挙制度と無縁ではないと私は思っていて、うん、そして、その上でその低投票率の中で、ね、必ず投票に行く人というのはとても影響力があるわけですね、うん、例えばそれは公明党を支持されている創価学会の人は必ず投票に行きます。うんうん 自民党を支持している人の中でも岩盤支持層と呼ばれている保守、うん、右派の多い岩盤支持層は必ず投票に行きます、うん、相対的にこの人たちの力というのは大きくなっていくんですよね投票率が下がることによってそうすると自民党議員に限って言えばですよどこにより強い働きかけをしようかと考えた時に、うん、必ず投票に行ってくれる岩盤支持層があればやっぱりそこが嫌がることを言わないし、うん、そこは喜ぶことを言う。 そういう政治行動、選挙活動になりますよね、うん、それが結果として、どうも自民党は右のことばっかり言ってるよねっていう、うん、こういう印象を与えたんだそじです。じゃあ要するに、そこに訴求さえしていれば、いわゆるまあ3割ぐらいの票はまあ固められ、組織票が固められると、そう,いやそういった計算も立ってくるそうです今おっしゃった3割というのはあの極めて重要な数字で、うん、自民党は3割しか取ってないんですよ。うんあの これはあの絶対得票率と相対得票率の中でいうと投票に行った人の中の得票率という意味の相対得票率というと3割なんですね33%なんですよでこれ自民党はこれで議席は6割ぐらいなですね60%ぐらい相当なその何てしょう下駄が吐かせられますよねこれはもちろん公明党の尽力もあるわけですけども33%の得票というの票実はドイツでも同じことが起きていてドイツでは例えば2017年に 当時はメルケル首相でした、はい、でキリスト教民主・社会同盟の得票率は33%だったんですよ、うん、惨敗ですよ、あそこかなり連立しないと政権ができない十パーセ30%取っても勝ったとは言えないわけですよね、うん、でドイツはそこで連立に入る、日本は33%取ったら大勝利なんですよ、同じ2017年の総選挙がありましたね、うん、自民党大勝利っていう報道を読売新聞もしてるわけで、うん、これは選挙制度の違いなんですよね。うん、じゃあ 民意が反映されてないんじゃないかっていうことになりますよね僕民意っていう言葉を最近あまり使わないようにしてるのは、うん、これは今、慶応大学の酒井先生っていう方から教わって、民意、うん、ってなんだって、それは一人一人,一人の、ねうんうん、投票の積み重ねが、それがたまたまこういう結果になったんだ、うん、だから民意っていう塊があるわけじゃないんだっていうことをおっしゃられるので、なるほどとあの思ったことがあります。だからその民意っててはあえて 使わないようにしますけれども、その有権者の意思の積み重ねが正確に議席に反映されているかというと、そんなことはないわけですよね。でもそれはしょうがない、選挙制度がそうなんだから、だから、それがおかしいと思うんであれば、選挙制度を直していかなきゃいけない。それがいろんな弊害を生んでいると思うなら、選挙制度を直していかなきゃいけない。で今回あの、自民党総裁選での、えー、争点にもなった政治と金の問題にどう対応していくのかっていう話だってですね、これはそもそも、 自民党本部に権限と金が集中しすぎていることに問題があったというふうに考えるとですね、じゃあなんでそういうことになっているかというと、小選挙区比例代表を並立選にしてからそういうことになったんだと。じゃあ選挙制度にもね、メスを入れていかなきゃいけませんねっていう声が。 この制度を導入しててて30年だっよようやく出始めてるわけですよね、うんで。これはいろんな切り口があるわけですね、先ほどの信本の問題もあるし、うんうん、議論すれば多分ものすごい時間もかかるし、うん、簡単に変えられるものじゃないけども、少なくとも議論が始まったっていうことは私はよかったなと思うわけですよ、うん、あの政治とカネの問題の副作用としても。かもね、ことほどさえ、ね、ものを変えるというのは大変なところがあるということはです、ね、あの今回も。 まあ改めて思った次第ですけど、うん、でも先ほど来から言われているこの選挙制度の問題っていうふうにおっしゃられてますけれども、うん、まあこの政治部に入られた一番最初の政権が細川内閣だったと、うんはい、選挙制度のを変えるっていうところが引き金になって、あの政権が瓦解していったわけですよね、これ、相当大変ですよ、<laughs> 選挙制度それはね、あの宮沢政権から細川政権になったときは、うん、あのおっしゃるとおりですね、宮沢政権の崩壊というか、非核ダイエットになりながら、 野党に転じたのはその選挙制度改革に反対していたあの人たちが主給派だと呼ばれるようなそういう構図があって細川政権は選挙制度改革がこそが政治改革だというふうにいつの間にかね議論がすり替わったあの恨みはあるんですけどもそれによって変えられたわけですよね変えられたでもあ,のあそこで選挙制度改革の最前線であのトップ会談をやった当事者である細川森弘さんとこの洋平さん どちらもですね、今の制度のままでいいとはおっしゃってない。うん、で、細川さんは基本的に小選挙制を維持しながらも、しかし、まあ、重複立候補も含めてですね、少し手直しが必要だっていう、うん、まあ、ちょっとモデレートな改革論をおっしゃっていて、うん、河野洋平さんに至っては、この制度そのものが間違いだったと反省しているわけですよね。そういう声はずっとあるんですね。しかし、これがなかなか変わらないのは、まず、この、この制度で勝った政党は。 変えようっていういインセンセティブは働きますよねしかも先ほど申し上げたように、うん、自民党は3割の得票で6割の議席を取れる、うん、それは憲法改正のことを考えたらこの方がいいに決まっているわけですよ、うん、なかなか変えたくない、野党に関して言うと、それは2009年の政権交代ではっきりしましたし、2012年に安倍さんが政権に復活したときもそうでしたけども、うん、議席がいきなり3倍になるわけですよ、うん、小選挙区制があるとね。うん、だから まあ一発逆転ホームランを狙ってこの制度のほうがいいなって考える人もいるわけですよね。うん、だから、なかなか選挙制度改革ってのは大変だし、政治家に任してたらできこないんです、ねうん、じゃあ、できないっていうことになっちゃいませんか。<laughs> うん、いや、そこで今、うん、その中で,で,もです、ね、この30年経って、例えば、うん、あの自民党だったら古川義久さんという元法務大臣が中心になって、うんうん、国民民主党の,この古川元久さんという方、ふるふるコンビですけど、はいうん、この2人中核に動きが 出てるわけですこれ、かなり、うん、あのちゃんとした動きになっていて<ー>で、彼らがやるべきことは、プランを出すことではなくて、誰か有識者に、つまり今の制度を作った第8次選挙制度審議会に、次、うん、ぐです、ね、第9次選挙制度審議会に、国会議員を入れずに、うん、有識者でプランを考えてもらう、うん、というぐらいのところに持っていけば、うん、変わることができますよ、うん、自分たちで変えようと思う限りは、絶対無理ですね。常に 与党の人たちは選挙に勝ってるから与党になってるわけで,そ,で,そ,でその人たちはなかなか変えたいなっ、うん、だって勝ってるんだもんっていうことですもんねまあこれはあのなかなか難しいテーマだっておっしゃる通りですけども、うん、今、機運が出てきてるので,、うんうん、で石破さんもそれは選挙制度改革のことは彼はやらなきゃいけないとおっしゃっているのでねうん、うん、石破さんがあの、うん、本気でそう思ってるんだったらぜひこれは実現してもらいたいなという思う課題ですね。 なかなかこう政権基盤は不安定なのかなというふうにも見て取れますよね、うん、で例えばちょっとまあ積極的な話になるかもしれないんですけど、うん、この選択的夫婦別姓、うん、実現できそうですかうん、あのー、なんでしょうねこの、選択的夫婦別姓についていえば、どこにフォーカスするかですよね、つまり高市さん,なん、小林さんが言ってたようにね、何の不便もないじゃないか。 で言い切っちゃう人がいてしかし当事者は例えばパスポートの問題とかね実はすごく不便があるとでもその人たちは少数派と見られているわけですよで少数派をまあ無視する切り捨てる政治がこの先続くのかどうかっていうのはこれあの石破さんだろうがどの首相だろうがですねそれは 有権者の反応を見ながら考えていかなきゃいけなくて、うん、で先ほど安倍さんの話が出て安倍さんは確かに第一次政権の時はすごくあの右の立場をはっきりさせましたけど実際に第二次政権以降の8年間を見たらとてもバランスを取れた政策をやってるんですよね、うん、安倍さんがあの右派政権だっていう見方はかなり間違っていて、うん、社会政策を一つ見てもねかなりリベラルな方向に足を踏み込んで打ち出してましてね。うんうん、つまりあの 政権が安定していれば、不安定だったらできませんよ、でも安定してくれば、いろんな目配りができるようになりますから、その中で選択的夫婦別姓をやろうと石破さんが考えるならば、それはその政権の安定を背後にしてできると思います。ですから、ああこ,これはおっしゃる通りで、まず大前提なのは政権の安定だということになります、それは今度の総選挙の結果でどうなるかっていうのが見えてくるんだと思います。 で、まあ、ちょっと最後にですねお伺いしたいんですけども、はい、今後、まあ、国内政治っていうのは、この状況がやっぱり続いていくのか、よりもっと極端な見え方をしてしまうのか、まあ、このネットとかね、SNS とか見ていると、どうしてもちょっと極端な方の議論っていうのが見えやすい状況ではありますよね。こここのののボリューームゾーンであるこの中道の方にこう 寄ってくるそういう見え方をするっていうのは、どうなんですかね、まあ、なかなか難しいのかなっていうふうにも思うんですけども。うんあのまあ、私は古い世代になっちゃうので、うん、SNS とかです、ね、そのネットをあまり見ないので、うん、そういう人間はあまり影響されませんよね、それから今、ネットを一生懸命見てる人たちも、かなり疲れてきちゃってますよね、うんうん、これはその人間が処理できる情報量って限られてるので、だんだん、その取捨選択。 っていうことを学んでいくと思うんですよ。そこはリテラシーと言い換えることもできるかもしれません。うん、ですから今この SNS で極端な主張がどんどん増幅されて世の中を動かしていくっていうことがあの不可逆的に起きてることではないと思うんですよね。うんうん、どこかでまあ,あの人間立ち止まってねもう少しあの賢いやり方を考える。だからそこはあんまり心配してません。うん、むしろですねその受け入れかっていうことで。 言えばこ先ほど少しだけ触れましたけども欧米で起きている経過っていうのは格差と移民問題が入り口にあるわけですよね日本がそれと無縁でいられるかっていうと、うん、そんなことはないわけですよね。よね日本は人口がどんどん減っていってその労働力という意味でもその、まあ、社会の安定っていう意味でもですねもっと人がいた方がいいって発想になった時に外国人の方に日本に来てもらってで働いてもらうあるいは日本で生活してもらうっていう。 まあこういうい流れれがあるわけですよねでそれは日本の政府は絶対に移民政策とは言わないですけどもこれは欧米で起きている移民と何が違うんだっていう話なわけですがそうすると我々はこれから移民とかですねまあ日本にやってくる外国の方たちとどうやって共生するのかっていうことを今から考えてどこまで日本は受け入れるのかあるいは全面的に受け入れるけどこういうところはあの維持するんだとかそういう。 前もっての議論を始めないと間に合わないかもしれない、でこれはあの福田康夫さんという総理大臣、それからその前は尾淵慶三さんという総理大臣の時にやろうとしてるんですよねそんなに前からやっとおとしてるんですで、議論を始めようとしてるんですね、しかし、それはあのなかなか深まらずに終わってしまってるわけですよね。それはあの まあ自,民党も自民党はどんどん総理大臣が変わっちゃうので、総理大臣が変わると忘れられちゃうというところはあるんですけども、問題意識としては昔からあるわけですよね、これはまあやったほうがいいとも、嫌がらないでね、絶対に直面する問題だということは、もう日本のいろんな地方としてね、起きているその外国人の方との衝突みたいなのもありますよね、そういうことを考えても、議論は急がなきゃいけないというのが。 あると思うんですそれから格差の問題はこれは経済政策の問題だから、うん、これは経済政策私はあの経済の専門家じゃないんで石破さんが抱えていることがいいか悪いかここで論評しませんがうん、うん、いい経済政策をして皆さんが、ね、ずっと給料が上がらないで30年みたいな世界から出していくことによってここも事前に防ぐことができるかもしれない。うん、つまりり日本は今もののすごくあの厳しいその格差とかです、ね、あの移民問題の入り口に 立ってることは間違いないけども、まだ突入してないので、欧米みたいに、今だからこそやんなきゃいけないことがあって、できることがあるわけですよね。世界の,その民主主義の度合いを図ったあのエコノミスト・インテリジェンス・ユニットっていうシンクタンク、これ、イギリスのエコノミスト・シッチっていうところの,あの付属機関あのなんですけど、そこは毎年出してるんですよね、世界の,その民主主義の度合いを各国別にランク付けしてるわけですよ、4段階で。 で完全な民主主義、欠陥のある民主主義、うん、ハイブリッド、それから、まあ、権威主義国、はい、この中でですね人口1億人超えてる国で完全な民主主義国とランクされているのは日本だけなんですよ、アメリカですらトランプさんの問題もあったんでしょうけど、欠陥、はい、のある民主主義になっている。うん、インドですらやっぱりそののモディさんの強権的な、うんうん あの政権運営手法が問題になったんだと思いますけども、も結果になる民主主義、うん、日本というのはそういう意味ではです、ね、世界に貫たる民主主義国で、うん、しかもその世界を今、民主主義対権威主義の戦いだというふうに分断されかけている世界を、いや、民主主義はね、まだまだ頑張れますよっていうのを見せていくいいモデルになるはずなんですよね。うん、そののぐらいの自覚を持って やらなきゃいけないっていうふうに、まあ、政治家には思ってほしいんですよね。うんうん、そして、まあ、国民も多分、そういうことに感づいたときに。その、S. N. S. であるとかですね。そういう、あの、ネット世論が。国全体をね、かき回していくみたいな世界は。過去のものになっていくと。そこは、僕は楽観しています。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゲストは、読売新聞編集委員の伊藤敏行さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。